佐川正人は日本の研究者、実業家、ネオジム磁石の発明者として知られている。インターメタリックス株式会社初代代表取締役社長、大道特使高顧問。真は真の休止であるため、佐川正人と書かれることもある。徳島県徳島市出身。1966年神戸大学を卒業。1968年神戸。 大学大学院で修士、1972年、東北大学大学院で金属材料工学を研究し、工学博士。博士論文が金属表面被膜のエピタクシャル歪みに関する研究であるように、もともとは磁石を研究していたわけではなかったが、1972年、富士通に入社し、磁性材料の研究を命じられる。研究を重ねる中で、 従来の強い磁石はコバルトを主成分にしないとできないという常識に疑問を持ち、鉄とレアアースの組み合わせでの磁石開発に取り組む。ネオジム磁石のアイデアを見出し研究中の1982年に富士通を退社、住友特殊金属に移籍し1982年5月ネオジム磁石を作り上げた。1988年住友特殊金属を退社し、 永久磁石に関する研究開発を専門にするインターメタリックス株式会社を設立し代表取締役社長2012年から2017年まで同社最高技術顧問2013年ドフェブ株式会社を設立し代表取締役2016年大同特殊向株式会社顧問に就任佐川が富士通時代に 磁石の研究に取り組んでいた時には、鉄が主成分の磁石では強い磁石は作れず、強い磁石はコバルトを主成分としたものであることが常識とされていた。しかしコバルトは希少で高価であり、資源も偏っていた。そこで佐川は鉄とレアアースの組み合わせで強い磁石を作ることができれば安く安定した磁石が提供できるものと考えた。 鉄を主成分にした磁石が強い磁性を持つことができないのは鉄の原子と原子の距離が近すぎるためと知った佐川はならば放素など原子半径の小さい元素を加えれば鉄の原子間距離を広げられるのではないかと考えこの考えをもとに試行錯誤の末ネオジム磁石を完成させた佐川が発明したネオジム磁石はネオジム、鉄、放素を主成分とするが温度が上がると 保持力が落ちるため、その欠点をカバーする目的でジスプロシウムを添加する。しかしジスプロシウムは、資源が中国に偏り、また、磁石のエネルギーを総裁する作用がある。佐川は、自分が設立した、インターメタリックス株式会社やフェブ株式会社において、ジスプロシウムなしでも高温に耐え、コストも低減なネオジム磁石の開発に取り組んでいる。 ありがとうございます。